CFM56 からのリープ X のモックアップ CFM インターナショナルはアメリカの GE アビエーションとフランスのスネクマの合弁事業である CFM56 シリーズのジェットエンジンの製造と保守に特化したジョイントベンチャーである CFM インターナショナルと CFM56 シリーズの名前は親会社である2社の民間企業エンジンである GE の CF6 とスネクマの M56 に由来する。1970年代当時、スネクマは民間航空機のエンジンの市場への参入を模索していた。一方、ゼネラルエレクトリックは小型民間機市場用のバイパスターボファンエンジンの当時の市場予測から開発費用が少なくて済む旧式エンジンの改良にするか当時最先端だった。 世101エンジンのコアモジュールを流用するか決めかねていた。スネクマがこの計画に参加することで資金的な心配は払拭されたが、アメリカ政府の資金で軍用機用に開発したエンジンを他国との合弁事業で民間機市場へ向けて開発することに新たな問題が浮上した。1973年のニクソン、ポンピドゥ会談でこの問題について話し合われ、両者は合意して、 合弁会社である CFM インターナショナルが設立された。CFM インターナショナルでは現在リープ X として知られる新型エンジンの計画が進行中である。CFM56 から5バイトと CFM56 から7の後継機と位置づけられている。リープ56では複合材の使用が増えることにより10から15%燃費が向上する。 ボーイング7 3 7ックスとエアバス A320NEO への搭載が想定される。CFM にとっての主な競合車は、インターナショナルエアロエンジンズだが、同社に次世代エンジンの開発の動きはなく、イヤエのメンバーであるロールスロイスと、プラットホイットニーは、独自設計のエンジンをボーイング7 3 7ックスとエアバス A320NEO 向けにもっか、開発中である。また、 CFM 社は直手リープ X と、オープンローター型エンジンの開発を、並行して進めるとしている。GE、a アビエーション、リープ 56TM テクノロジー、レイジングザバー、イーブンハイヤーハット CFM パートナーズリニューバウズ、ローンチリープ XCFM、デビールズネクスト、ジェネレーションエンジンプランシェフェムインターナショナル、インクリーススオープンローター、ありがとうございます。